천재네. はい、気流、俺だ、柏木だ。柏木さん、すいません。ちょっと今、病院なんです。後でかけ直してもいいですか。気流、六代目が撃たれた。何？大吾が？どういうことなんですか。一時間くらい前に、本部の会長室で撃たれた。詳しいことはまだわからん。だが、どうも本部にいた奴の話によると、六代目を撃った男は風間の親父そっくりだったらしい。今から들어왔겠어。これ風間の親父さんに。ああ、そうらしいんだ。とにかく状況が分かり次第連絡する。それじゃ。どうしたんですか、兄貴。どうやら東京でも。東条会の六代目が撃たれたらしい。え、それって1年前、兄貴とうちの親父が杯交わした時、売借人してくれたあの。おそらく大吾を撃ったのもその絵の男なんですか。ああ、そうらしいな。運命や。여기도있고도끼도있어子供たちは全員寝たみたい。あの、え？ねえ。兄貴、俺は絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから俺を連れて行ってください。わかった。兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。はるか。ん？
リキアのことも頼んだ。え？あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れていくわけにはいかない。おじさん。ほら、このワンコ、逃げんな。待て。さあ観念しろ。이배까지찾아야돼난다야시간자넘어넘어
오사. 하하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 
Yeah.
오! 이らっしゃいませ。いらっしゃいませ。何？勝てると思ってんのか？うりゃあ！おら！
아직 개새끼도 못해. 오지기. いらっしゃいませ。ありがとうございました。何？勝てると思ってんのか？うりゃあ！이런 개새끼 저거 씨.
喂。わかんねえか。すんません。いらっしゃいませ。申し訳ありません。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
とうございました。야이미친새끼도개를위해서이렇게까지해야돼아진짜짜증나네いらっしゃいませ。申し訳ありません。아경호씨같은게임진짜아저기뭐어디가나는거야빨리좀끌수가없어이게임이이럴싸이마세
개새끼 때문에 진짜. 제발 좀 죽여줘. 그네 르바. 얘 만들어. 미키오 니자. 이즈미. 이즈미 왕고 도니기로. 데모. 이이가라. 하야쿠. 나네. 오이데. 보라. 와. 나나나나나. 난다. 그네 르. 何すんだ！おい！やべ！出直しだ。行くぞ！待て！おい、大丈夫か？あ、おじき。ずいぶん遅いから心配したんだぞ。すいません。俺がそばにいながら。泉、大丈夫か？うん、私は大丈夫。マメ、マメは？やったな。マメ。犬小屋か。でも俺一度大工目指してくじけたんだよな。え？だって約束だもん。ね、マメ。わかったよ。おじき。あの、兄貴。
별 병신 같은 미션 다 하는데. いらっしゃいませ。ありがとうございました。お、スパー！
잘라버려. 와, 폐쇄시켜. 확실하네. 아. いらっしゃいませ。はい、バグに。いらっしゃいませ。この野郎！みつお？な
もう、わけわかんない。行こう、岡田くん。ごめん。でも、別に後をつけてたわけじゃなくて、通りかかったら偶然。大丈夫か？三つおは気持ち悪くないの？何を？やけど。そんなの全然だよ。そりゃリオナにとっては大きな悩みかもしれないけど、でもさ、ほら俺なんて日焼けも火傷もしてないのに真っ黒なんだよ。その方がもっと変じゃない？ね？笑えない？ごめんね。どうしたの？어이씨, 빨 때 있네. 오지상? 마지막이다. 太一、あいつ最近よく見かけるよな。誰なんだろう。知らねえ。仲間に入りたいんじゃないかな。さ、
行くぜ。40대 아이씨. よし。ちょっと、もう、失礼します。
길었죠? 上級生の橋本くん。まさか。ちょっと、あなた話があるわよ。今の一体どういうこと？はっきりと言わないと。あなた、いや、これはあなた教師でしょ。ですね。一体子供にどんな教育をしてるの？早く良くなってよ。まだまだいっぱい教えてやるから。野球どうしたの、おじさん、その格好。実は今日から1週間くらい東京に行く。マジかよ。いいな、私も行きたい。そうだよ、一緒に連れてってよ。私も行きたい。みんなで行こうよ。聞いてくれ、旅行に行くわけじゃないんだ。どうしても東京に行ってやらなきゃならないことがあるんだ。俺が留守にする間、朝顔には新しい友達に来てもらうことにした。誰？サキだ。訳あって話をすることができない。マジで？今サキのお父さんは怪我をして病院に入院している。だからしばらくの間うちで預かることにした。どうだお前たち、仲良くできるか。当たり前じゃん。よろしくね、サキちゃん。よろしくな。はじめまして。よろしくね。私、エリ。俺、タイチって言うんだ。よろしくね。よろしくな。俺、ミツオって言うんだ。俺、コウジって言うんだ。水木ちゃん、やったな。秋元くんたら、ほら。水木ちゃん、水木ちゃん、秋元ちゃん。
같아. 아, 이제 테스트 안 했구나. 그래. 네. 없어. 맞대요. 아, 사방을 했더니 캐스팅이 있겠다는데 안 했었는데.
빠세요. 됐어.
みずきちゃん。私と秋元くんは生き別れの兄弟だったのよ。なんだって。秋元くんのことは大好きだけど、でもやっぱり兄弟で結婚はできないわ。そんな、瑞希ちゃんが僕の妹だったなんて。じゃあ僕たちは一生席を入れられないのか。待てよ。もともと僕たちは家族だったということは、もう席に入ってるってことだ。やっほー、やったやったぞー。알았어, 이거 거의 끝나가. 잠깐만 기다려. 置いてかないでよ. 아, 10분으로 끝날 것 같아요. Yes. Oh. Thank you.
流浄です。流浄愛してます。いつ見てもいいわ。今回ってたぞ。大丈夫なのか？典型が。違うな。My God! ん？あれは。いつ見てもいいわ。今回ってたぞ。大丈夫なのか？ひらめいた。典型が来た。Yes.
아이레. 엄마 같은데? 회장, 本日 の スケジュール ですが 先ほど 柏木 様 より お 電話 があ り 緊急 で 幹部 会 を 開き たい と 申 し 出 が あり まして そうか 夕方 から は IT ベンチャー 協会 の 会合 が 予定 され て います が いかが いた し ましょう か 캔슬 다 本家 から の 呼び 出 し 다 行 가 나 い わけ には 行 가 나 い 了解 いた し ました。 中国っていうのは不思議な国だよな。鳩やカエル、地方によっちゃ犬猫まで食うっていうじゃねえか。自分が生きるためなら何でも食う。俺はようなそんな中国って国尊敬してるんだぜ。 人様の国に土足で踏み込むその根性、あんたも立派なマフィアの一人だ。私はマフィアじゃない。ただの料理人だよ。 仲良くしようぜ陳さんよ。隣のその隣の店も全部 うちに金入れるって言ってんだ。月に100万。100万？あんたらが今まで日本人からぼったくった分からすりゃ安いもんだ。何？足りなくなったら店の権利書もらうだけだ。あんたには別の店でコックとして働いてもらう。無理だよその話。 中国の包丁はよく切れるな。これだったら人間の首も真っ二つだ。試してみてえな。陳さんの料理がうまいって評判じゃねえか。 親父、本家からの呼び出しです。六代目の件で話があると。 怖がらせるようなことしてすまなかったな陳さんよ。これは迷惑料だ。取っておいてくれ。え？俺は陳さんと一緒に仕事がしたかっただけなんだよ。悪かったな邪魔して。 気が変わったら連絡してくれ。それじゃ。
おい、こっち見、こっち見、くれ。気持ちいいんけ、気持ちいいんけ、くれ。親父もよくやるね、あんな女と。まあ、あの人の場合、顔や人種は関係あらへん。でかかったらそれでいいからな。はい、錦山工業。失礼しました。はい、組長なら今事務所にいますが。え、幹部会？本家からや、緊急の幹部会やと。了解しました、組長に伝えます。何時からや？幹部会の話じゃ。なんでそれを？さっき本家から電話出るが、わしゃことの最中でも聞いとんのじゃ。すいません、19時からやと聞いてます。よっしゃ、おら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 、ありがとうございます。よっしゃ、気合い乗ってきたぜ。西野、平井、はい、かき集めるだけの兵隊集めろ、今夜中じゃ。はい。宮内、はい、長谷部に連絡や、すぐに例の店潰しにかからせろ。はい。堀内、石田、はい、峰に電話や、10億持って迎えに来い言うとけ。はい。戦争や、いよいよ戦争が始まんで、お前ら覚悟しとけ。はい。え、今から10億ですか？そうや、10億の現金を持って今から来いや。神田の兄貴、何しでか好きですか？戦争や。戦争？ここから登場会の後目争いが始まるんじゃ。兄貴、六代目はまだご存命だ。その話をするのは早いでしょう。しゃがんじゃ、つべこべ言わんと、はよ金持ってうんかい。わかりました。まったく勝手な人だ。相変わらずだな、この町は。助けて！ん？なんなのよ、早く誰か警察呼んで。痛い、話して。あら。ちょっと、なんなのよ。うるさい、今日は貸し切りだ、帰れ。今すぐこの金持って帰れ。せやから何が不満やねん。金やったら払う言うとるやろが。受け取れません。ホストが何言いとんじゃ。桐生さん、桐生さん。
이시야마. というわけで4代目はうちら取り込み中なんで今日のところは帰ってもらえますか。いや、そうはいかない。お前らの腹聞かせてもらおうか。それやったらうちらに喧嘩打ったんは4代目班の方いうことになりますが。ああ、それで構わないぜ。
さあ、お前らの腹、聞かせてもらおうか。もう遅いわ。柏木のおっさん、殺されて。何？戦争は始まったんじゃ。2年ぶりですね、キリュウさん。ああ、こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。もしもし。俺だ、柏木だ。柏木さん。至急お前に会って話しておきたいことがある。明日にでも東京に来てもらえないか？俺なら今カムロ町にいます。本当か？ええ、俺も柏木さんに話したいことがありましたから。今どこにいる？スターダストです。スターダストだと？何か警察が集まっているみたいだが、何かあったのか？ええ、錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも柏
柏木さんは大丈夫ですか？何がだ？いや、錦山組の長谷部という男が柏木さんの身が危ないと。そうか、すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。キリュウ、今から会えるか？ええ、風間組の事務所に行けばいいんですか？ああ、頼んだぞ。はい。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいるはずだ。あまり派手に動かないよう、ミレニアムタワーまで来てくれ。いいな？ええ、それじゃ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった、外の様子は？ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。キリュウさん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ？黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブの奴の話だと、堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。なんだと？目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか？こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、分かった。